神奈川中央交通西、伊勢原営業所。神奈川中央交通西、伊勢原営業所。神奈川中央交通西、伊勢原営業所は、神奈川県伊勢原市鈴川24に位置する、神奈川中央交通西の営業所の一つ。伊勢原市を主に、平塚市、厚木市、秦野市の一部を管轄する。営業所の略号は、神奈川中央交通伊勢原営業所時代から、 引き続き、意を使用している。別称は、伊勢原車庫。厚木市内に乗り入れる路線で、GPS によるバスロケーションシステムが導入されている。国鉄時代には、東映業所管内の路線では、連絡運輸を取り扱っていた。路線名は、大仙線となっていたが、これは、平塚豊田本郷伊勢原大仙長官の、路線名称で、平91及び、 十二の経路が該当する。国鉄との接続駅は平塚駅だったが、現在も停留所名称として、豊田本郷駅、大仙駅の名称が残っている。伊勢原駅、南口側の経路では、主に四経路があるが、主に大区、まだら方面と沼目、月見の団地方面に大別される。沼目、月見の団地方面大区、まだら方面不死身の、 まだら方面大隅中学校前、まだら方面区間便川内、平間児童建前方面その他。平塚駅北口から、伊勢原駅南口方面へ行く系統は、上記の通り。平九十が本数が多く、1時間に3から4本程度である、他は1時間あたり1から2本程度。平九十七は2時間に1本程度。 平八十九から九十四と一部区間で並行する。慰霊位は、日中から十八時台までが、一の坪経由、その他は断地西経由で運行される。平日日中の非常に本数が多く、十分に一本程度、それ以外の時間帯は三十分に一本程度である。なお、平塚駅北口から平日一本だけ、平八十九が直通する。 平89は、伊勢原駅南口東海大学病院間は、伊勢6と全く同じ経路である。そのため、伊勢6は平89の区間便とも言える。上記のうち系統番号のある4系統はいずれも、伊勢原駅南口大田小学校前まで同経路であり、平 86, 平88と同じ経路である。伊80から83は、 伊勢原駅南口を多小学校前引くしも、小稲葉まで同経路でありタイラ86、タイラ88を保管している。また、e 80の愛好石田駅下、小稲葉間は、平塚営業所担当のタイラ68と同経路であり、e 80とタイラ68合わせて、平日の同区間は1時間に1本程度が確保、されている。イ、e、82、 E83 は平ら86の、E84 は平ら88の区間便であり、いずれも本数が非常に少ない。大仙ケーブル業の移住は、大仙に向かう観光客が多い路線で、ゴールデンウィーク、紅葉時シーズン時は、非常に混雑するのでシーズン時の日は、臨時便が出ることもある。また、移住は、急道経由であるが、道路混雑のために振動に迂回することもある。 移住は、年越しに、元日は、終夜運転を行い、1時間に3本、程度運行されるた元日は、臨時便で本数が倍増される。移住1は2016年3月26日に、新設。移住3は、大学への通学路線であるが、あまり本数が多くなく、通学で利用者が多い時間帯に、移住の保管で運行されている。それ以外の時間帯は、で、 石村バス停で降り歩くことになる。なお、19時30分21時30分頃までの大仙ケーブル始発伊勢原駅、北口港は移住に変えて産業農立大学を経由する移住7が運行される。移住3系統の保管として運行される。移住5は、し光工業休業日は運休される。朝は、し光工業方面。 夕方は、伊勢原駅北口方向のみの運行であり、通勤に特化した運行をしている。朝の市光工業方面は休行運転で、伊勢原駅北口市光工業、正門館ノンストップであるのに対し、夕方の伊勢原駅北口方面は、各駅停車での運行となっている。メインは、川上経由の E20 で1時間に1から2本程度。 道館捕まえ経由の E22 は1日3本のみの運行である。E23 は温泉入り口から分岐して産業農立大学に向かう系統であるが、同大学は移住系統、大船ケーブル業の途中の石倉バス停から歩くのがメインになっており、E23 の本数は1日5本のみとなっている。E24 は本町、片町十字路を経由せず行政センターを経由する。 系統で1日日本のみの運行である。行政センターへ、配令録が頻繁に運行されている。専修大学入り口温泉入り口から、日向屋久は自由乗降区間。引きバス停から東名伊勢原停留所への乗り換え、可能。E35.36 は2014年8月7日に、新設された路線だが平日、土曜の日中のみの運転。E35 は、 七沢発の片方向きで平日、土曜の朝一本のみ運転。E36 は、もともとは総合運動公園、伊勢原駅北口間を延長した路線。E36 は、伊勢原駅北口の次は、電話局前バス停に停車する対し。E31.34 は、伊勢原駅北口の次は、本町バス停に停車するで、乗車時は、注意が必要。かつては、 七沢から先の清川村まで乗り入れていたが、乗客減少により、区間が短縮されている。国道246号の南側の道路を通る団地経由で運行される、系統群である。E43 と E44 は1の壺に、迂回するかしないかという違いである。E16 は、伊勢原車庫から先、栗原方面に向かう。栗原入口栗原は自由乗降区間。 なお、十六は、途中の日下神社の初詣で客対応として、元日の水を便されていた時期もあった。伊勢原駅北口から一旦県道六十一号を北上して、伊勢系統などが通る大仙方面の道路と合流し、道館捕まえ引く石、倉橋間は伊勢系統などと合流、石倉橋からは一転して、県道六百十二号線を南下して、 伊勢車庫へ向かうという独特の経路をたどる路線である。伊勢原駅北口から国道246号を西に進む路線である。伊五十四は途中で伊勢原車庫へ向かう。伊五十九は鶴巻温泉駅まで向かうが、伊五十八は鶴巻温泉駅には向かわず前波峠手前の前波バス停まで向かう。平日一日三本のみの運行。伊五十四 I59 は合わせて30分に1本程度の運行。I74 は、伊勢原駅北口から国道246号を東に進み愛工石田駅に向かう路線である。I76 は、国道246号の南の道路を通って愛工石田駅に向かう路線である。I11 は2017年3月16日に厚木営業所に移管されたが、 同年12月16日より再び東営業所の担当になった。2018年8月11日から、鶴巻温泉駅南口ロータリー乗り入れ開始に伴い、鶴巻温泉駅伊勢原社庫は従来、道り北口発着で、鶴巻温泉駅東海大学は南口発着へ変更。同時に、系統番号が鶴11、鶴12から、巻11、 1986年までは、日野自動車製の車両のみが配置されており、一時期はほぼ全車が同じ車体仕様だったこともあるが、1987年に、ギャラリーバス、かなちゃん、ゴー、三菱不走、エアロスターが配置されてからは、三菱車の比率が高くなっている。しかし、現在でも抵抗会社を除く日野の大型車が唯一導入されている。 営業所である。また、2005年12月からは、イスズエルガの OEM 供給者の日の、ブルーリボン2も投入されている。2012年12月に、平塚営業所から、日産ディーゼル、ゲン、ドトラックス、車、西日本車大業製ボディ、相模原営業所から、イスズ車が転入したため、大型車は4メーカーが配置されることになったが、後に日産ディーゼル車は、町田営業所、 多摩営業所へ転属し、いすず社も廃車となったため、再び三菱、日野の2メーカーのみの配置となった。その後に、西日本車体工業製ボディの三菱不創生車両が、前岡営業所から転入した。2016年3月には、日野、ブルーリボンシティの2台が、相模原営業所に転属している。同年8月には同じく、日野、ブルーリボンシティの3台が、 平塚営業所に、もう一台が、畑の営業所に転属したためあたり営業所の日の、ブルーリボンシティは消滅となった。中型車は14台が配置されており、一台が、三菱不装、エアロミディエスであるほかは、イスズエガミオが導入されている。ワンステップバスが大半であったが、ノンステップバスは2014年度より、伊勢原市からの補助金により導入が進んでいるほか、 厚木営業所と前岡総社所、横浜営業所から1台ずつ、2017年12月に、津久井営業所から2台転入した、エアロスターノンステップバスと、前岡から転入した、エアロスター S、西日本車体工業製でも2台配置されている。さらに2016年3月には、イスズエルガミオノンステップバスを8台導入されている。過去には、カンナで、 初の車椅子リフトを装備したバスが配置されたこともあり、i11 限定で使用されていたが2008年に廃車された。当初は中扉にリフトが装備された車両、日産ディーゼル UUA440 ラン階が使用されたが、車両代替時に前扉リフトを装備した車両、日産ディーゼル KCUA460 ラン階に変更された。 前扉に車椅子用リフトが装備されている車両は関東地方では珍しかった。また、1988年に2台導入された E16 専用車は中型車ながら観光タイプの車体で一般路線車としては初めてリクライニングシートが採用されていた。なお E16 は専用車運用でなくなっている。2005年2月1日、厚木市内で バスロケーションシステムが導入されたことに伴い、市内乗り入れ可能車両は GPS 装備、LED 方向膜を装備した車両に限定される。ただし、愛工石田駅発着で愛工石田駅以外のすべての停留所が伊勢原市内の路線については特に限定はない。当初では三菱不装性の運転訓練車が1台と、教習用車両が6台配置されている。 運転訓練車は、前岡営業所から転属してきた元、山手ライナー車両で、車番は表記されておらず、測定機器類が搭載されている。教習用の三菱不装、エアロスター、ワンステップ車で、一般車からの用途変更は、外観は、一般車と変わらないが、車番にある数字の前の文字は、いではなく、教習用を示す、教となっている。なお、 2016年3月に教習者化された1台のみは、かなちゃん号であるため外観が異なる。時々、他の営業所から車両を借り入れて、教習を行うこともある。当営業所の所属車両には、リアの窓に、第3、アフリ神社の交通安全ステッカーが重付されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。